Simple Japanese Listening with Meg. こんにちは、メグです。今日のエピソードは子供の時の夢です。このエピソードは JLPT N4 レベルです。子供の時の夢。皆さんは子供の時の夢を覚えていますか？私は覚えています。7歳の時、ピアノが好きだったので、ピアノの先生になりたかったです。私は7歳から12歳までピアノを習いました。ピアノが好きでしたが、ピアノの練習があまり好きじゃありませんでした。1週間に1回ピアノのレッスンがありましたが、ピアノが好きなのにレッスンに行くのが嫌でした。ちゃんと練習していなかったからです。ピアノの先生はとても優しい先生でしたが、時々怒られました。12歳の時、ピアノの発表会でとても難しい曲にチャレンジしました。私はあまり上手に弾けませんでした。発表会が終わった後で、私はピアノのレッスンをやめました。ピアノを諦めたと言った方がいいかもしれませんね。その時の私の夢は会社員でした。それから中学校、高校、大学を卒業して会社員になりました。子供の時の夢は叶いました。その時の私はピアノの先生になりたかったことを忘れていました。でも少し寂しい気持ちでした。私がしたいことは本当に会社員？仕事をしながらたくさん考えました。ある日、街を歩いているとピアノの音が聞こえました。どこかの家で子供が楽しそうにピアノを弾いているようです。私もピアノが好きだったな。ピアノが好きだったことを思い出しました。次の日、私は小さいピアノを買いました。10年くらいピアノを弾いていなかったので、弾くのは難しかったです。でも、とても楽しかったです。今も時々ピアノを弾きます。ピアノを弾くととてもリラックスできます。ピアノの先生にはなれませんでしたが、私は今もピアノが大好きです。皆さんの子供の時の夢は何でしたか？子供の時の夢は叶いましたか？ありがとうございました。このエピソードのクイズがあります。ぜひクイズにチャレンジしてください。ではまた。